中山匠のサステナブルジャズ。この番組はさまざまなゲストをお呼びし、ゲストにまつわる音楽観やジャズの持続可能性について語り合います。中山匠のサステナブルジャズ、お楽しみください。こんにちは、サックスプレイヤーの中山匠です。サステナブルジャズ、今回で16回目を迎えました。いつもご視聴いただいている皆さん、ありがとうございます。3月も中旬を過ぎ、桜ももう開花した、もう満開も近い感じですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。個人事業主の皆さんは確定申告は終わりましたか？私は終わりました。ちゃんと終わって10日に、昨年と一緒に、10日に締めまして、やっと年が明けたみたいな気分になってますけど、まあそんなこんなで今年度もあと数日張り切ってまいりたいと思っております。それでは今日の素晴らしいゲスト、紹介したいと思います。山崎隼人さんです。皆さんこんばんは。ドラムの山崎隼人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。16回目のゲストということで、隼人さんはおいくつですか？今21歳です。若い。21。そうすると何年生まれ？2001年生まれです。2001年。2000年突入しました、はい、とうとう。いや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 、前回のゲストも同じような世代かな。そうですね、とか同じような世代だよね多分。誠が同じ同い年です。同じ学年で。なんか、はい、概要欄の方にプロフィールも貼らせていただいていますが、軽くご本人からも自己紹介、はい、お願いします。はい、じゃあ、はい、東京でですねドラマーとして活動してます。ドラムの山崎隼人です。はい、カメラ目線で、はい。2001年生まれ、愛知県生まれ愛知県育ちで、今は上京してミュージシャンをしてます。はい、はい、お願いします。お願いします。あんまり情報が出てこなかったんだけど愛知県はどこなの？愛知県はもう名古屋市の宿作です。なるほどなるほど。それで東京出てきてからは何歳で出てきたの？そうですね、高校を卒業しまして、そしたらすぐコロナになっちゃって、それ で1年は名古屋にいて、でそっからもうそろそろちょっと東京行くぞっていう感じで東京に来たので、おそらく2020年ぐらいに上京したんじゃないかなって思います。今3年目ぐらい。そうですね、2年半2年半ぐらい。そうです。なるほど、はい。それでまあ今は本当に数々のバンドに、いや僕も新しくバンドを組んでご一緒させていただいております。そうですね、ありがとうございます。ありがたいことにいろんな方に誘ってもらえるようになって、こうして匠さんのカルテットもこの間初めて、ね、そうだったね。そうです、やらせてもらって嬉しいです。こちらこそありがとうございます。その今はどんなバンドでやってるんですか？今はですね、まあ、その匠さんのカルテットもやらせていただいたり、上京してからずっとやってるのはですね、浅利文香さんっていうギタリストの方のバンドであったり、あとはそうですね、金子健さんのバンドであったりとか、あとはまあラテンのバンドとか、結構割と幅広くいろんなバンドに呼んでいただいてやっております。最近だとそうですね、大林武さんというピアニストの方のキープインとリアルというバンドとか、いろいろ
やらさせていただいてます、はい、一言で言うと売れたドラムってことですね。素晴らしい。隼人君と一番最初に会ったのは多分僕がツアーで名古屋に行った時に聞きに来てくれてて、その時まだ高校生、中学生、高校生、多分高校生だと思います、だったと思うんですけど、そこで名古屋の、ミスターケニーズというお店で会いました。そうですね、そうです。そこで会ったのをすごい覚えてて、その時ドラム聞いてないけどすごいなんだろうね、こういい感じの好青年というなんていうんですかね、言葉が見つかんないけど、なんか本当に真面目でこういいやつなんだろうなっていう感じがすごいして、でその時からなんかインスタとかねつながってて、インスタで動画とか上げてるのを見て、上京する前かな多分、それで素晴らしいなっていうのをすごい覚えてて、で上京してからちょくちょくなんかサイドメン同士で一緒になったりとかね、そうですね、してそこから最近はバンドもお願いするようになりましたけど、なんかその幅広いジャンルを叩いてるわけですけど、はい、一番最初その音楽との出会いっていうのはどんな感じだった？音楽の出会いはでも本当にその確かな、このいつこの人が好きになって始めたぜって感じじゃなくて、本当多分家が結構音楽家族でして、そうおばあちゃんがまずピアノの先生を、自宅でもう個人的にもピアノの教室をやっていたり、あと遡ったらひいおじいちゃんはなんか学校の校歌を作ったりする作曲家だったり、あとはまあ父がトランペット、趣味ですけどトランペットをやってたり、母がドラムを、趣味ですけどそうやってたりとか、あとおじさん、僕のおじとかおばも歌歌ってたりサックス吹いてたりとか、本当音楽に溢れた環境だったので、なんか自然となんか家で音楽流れてたり、車でどっか行く時もなんか、でもそうですね、ジャズがでキシランドジャズっていう古いジャズをずっと父親がかけてて、一応それが出会いなんですかね。ディキシーから入ったんです、ね、そうです、すごい、ディキシーってなかなかなんていうか、なんで聞くきっかけになったんだろう、お父さんは。そうっすね、ディキシーが好きな特に好きなのかな。いやもうディキシーがもうめっちゃ好きみたいな感じで、そうなんですね。なんですかね、なんかそうっすね、話を聞いたところによると、大学の吹奏楽部の中でちょっと吹奏楽以外のことをやりたいぜみたいな仲間がいたみたいで、じゃあやっちゃおうぜみたいな感じで集まって、その中の一人がディキシーランドジャズのバンドのレコードを持ってたみたいで、それをみんなで聞いてすげえってなって、それで始めたみたいです。そう、じゃあ始まりはもうディキシーで、ドラムはいつからやってるんですか？ドラムはですね、あの実家、名古屋の実家に、まあおばあちゃんが音楽教室をやっていたので防音室になってて、家の1階が防音室になっていて、そこに母が叩いてたドラムセットがですね転がってて、そうお母さんは僕が生まれた時にドラムをもう叩かないっていうかやめちゃったみたいで、そう、それで転がってたドラムセットなんか楽しいなって感じで叩いてました。なんかいくつぐらいの時？記憶がないんですけどなんか思っちゃうじゃないですか太鼓。そのよくちっちゃい子がおもちゃで太鼓叩いてる、はいはいはい、その太鼓があのドラムだったっていう、ね、そういう感じみたいです、はい、ああなるほど。そうそう、
そこから、まあ、ディキシーランドを聞いて、じゃディキシーみたいなことも叩いたりとかっていう。そうですね、もともとその父がやってたディキシーランドジャズバンドが、お母さんがドラムを叩いていたんですけど、そうですね、そのバンドを、まあ、僕が引き継いだみたいな感じで叩くようになりました。そうそうそう、すごいな。そのバンドの練習も家でやってたので、その防音室で、そう、なんか毎週末になるといろんなおじさんたちが楽器持ってくるなみたいな感じの。それは何、うん、だそれがいくつぐらいの時、それが 2、3歳、やばくない？そうか、そんぐらい引き継いだの。2歳で引き継いだの。あ、でもそうですね、まあそうですね、2、3歳の時、その完全にこう僕がそのバンドでライブやるようになったのは、多分小学校3年生ぐらいなんですけど、それまでは母がやっていたり、違うドラマーがやってたりみたいな。へえ、はい、ライブデビューはそのバンドで。そうですね、小3ぐらいの時に。小3ぐらいの時に。それはいわゆるジャズクラブみたいなところでやったりとか。それはですね、ジャズフェスでしたね。ジャズフェスの野外ステージみたいなところで、すごいね。はい、そうなんだ。で、まあ、ディキシーランドはそれで始まったとして、はい、他なんかいろいろやってるけど、まあ、だからいろんな音楽を聴いてたってことなのか。そうですね、やっぱ YouTube が見えました。YouTube いつからあるの、自分が。割と最初からあるのかな。そうですね、小学生ぐらいの時あるよね、 YouTube があって。そうですね、YouTube でいろんなドラマーを調べてたりとかしましたね。でもそうですね、小学生高学年ぐらいの時にやっぱすごいラテン音楽とかブラジル音楽とかアフリカの音楽とか、やっぱ打楽器中心の音楽がすごい好きになって、そういう音楽を結構調べてましたね。なるほど、そう、すごいな。いやいや、そこから、まあ、そのあったケニーズみたいなところに行き始めたのはもうそのすぐって感じ。ケニーズはでも高校入学したぐらいの時に、そう、初めて行きましたね。ケニーズっていう名古屋金山にある名門ジャズクラブがありましてですね、そこに僕はすごいお世話になってまして、そう、来週もそこでリーダーライブがあったりとか、今でもすごい仲良くさせていただいてるライブハウスですね。なるほど。匠さんも、はい、僕もお世話になっていまして。そうなんだね。ケニーズはなんかそう、ハヤトといえばケニーズっていうなんかこう意味性がすごくあるんで、うん、なんかその辺の話も後ほどゆっくり聞きたいなっていうふうには思っていますけど、はい、そのいわゆる高校中学は普通に一般高校とか一般中学、ね、音楽科とかではなくて、中学校はもう家から歩いてすぐの、まあ、普通の中学校で、高校はデザイン学校みたいな、工業科の中のデザイン、デザイン、デザイン科みたいな感じの、そうです。どんなことを。そうですね、なんかそのめっちゃデザイン勉強したいっていう強い意志は特になくて、そうそう、もう高校はそんなもんでね、高校すらもう行きたくないっていう感じで、もうドラマになりたくて、でも親にめっちゃもう反対されて、高校は行くことにして、じゃあちょっと楽しいとこ行きたいなみたいな感じでデザイン科に行って、まあ、そうですね、その3年間でライブのフライヤーみたいなのを作れるようになりました。3年かけて。いや、素晴らしい、素晴らしい。それはいいですね。最近もじゃあ自分で作ったりとかするの。そうですね、自分のライブのフライヤーは一時期すごいちょっと自分で作ったりとか、
まあ簡単なのは作ってたんですけど、なんかやっぱ仲間ですごいそういうフライヤー作りたい仲間がたくさんいるんで、まあ任せちゃったり。なるほどね。すごいな、はい、じゃあその話を聞いた感じ、なんていうか普通の国語英語数学理科社会みたいのは好きじゃなかった、はい、もう好きじゃないどころかで、あでも数学は結構得意です、それ以外はもう何もできなかったです、得意って言えるのすごいね。絶対に、はいはいはい、絶対に言えない。得意というかなんかドラマって理系の人多いのかな、なんかそういうイメージ。なんかそれこそショーターウェイン・ショーターさんとかがなんか音楽家はどこかに理系の要素があるみたいな、なんかそういうことを最近誰かから聞いた気がします。あ、そうなんですね。もしかしたらそうかもですね。なんかそれが生かされてるって感じる時とかあります？そうですね、なんかそうですね、確かにそのちょっと生かされてるなっていう感じはあります。いや、叩いてる時に算数数学だったりする？そうですね、なんかめっちゃ計算してっていう感じはないですけど、でも音符ってやっぱなんか四分音符八分音符みたいなのあるじゃないですか、そういう数字を並べてこう例えば3を4で割ってみようとか、そういうことはすごい好きですね。ああ、なるほどね。面白いな。そう、11拍子を3、4、4とかでちょっとソロ取ってみようかなとか。なるほどね。5拍子をなんか3と2で分けたり、2と3とか、2.5、2.5って分けるとか、なんかそういう感じでですね。なるほどね、そういう意味ではちょっと理数系なのかもしれないです ね。そうか、ちょっと今度教えてください。なるほどなるほど。コメントいただいてます。え、ジャズ猫さん初参戦です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ジャズ猫さん知ってます？存じないですね。多分知ってるけど名前だけ違ったりとかなのかな。そうです、ね、初参戦とか多分ハヤト君は知って見てくださってると思うんですけど。ああ、嬉しいですね。ありがとうございます。コメント何でも、質問とかあったら。質問何でも答えます。本当に大丈夫、はい、そうか。ちょっとその質問みたいなのあるかもしれないですね。なるほど、なんか面白い。早速そういう話が聞けて、なんかいろいろあるわけじゃん、そのジャン、いろんな曲いろんなジャンルのことやってて、はいはいはい、自分のリーダーだとどういうことをやるんですか？自分のリーダーはですね、今度やるという、今度やるやつは、ね、そのまあ、僕がとてもお世話になっていたあのミスターケニーズの、まあ、オーナーマスターである倉谷明さんがですね、うんうん、そう、まあ亡くなられてしまって、うん、その今度がその亡くなられて何周年みたいな感じのことがありまして、うんうん、でその三回忌にあたる日の翌日に、まあ、リーダーライブをやらせていただくんですけど、せっかくならそのオーナーがギタリストなんで、ギタリストで作曲家でもあるので、その倉谷明さんの素晴らしい曲をちょっとフューチャーして、でもその曲をちょっとだけ自分なりにちょっとアレンジして、でやろうかなっていう感じで、その倉谷明さんのバンドも晩年僕がドラムとかパーカッションで参加させていただいていて、そう、なんかどういう音楽かって言われるとラテンフュージョンみたいな、レゲエとか、あとブラジルのサンバの要素もあったりとか、うん、そういう感じですね。なるほど、なるほど、すごいね。それは
やっぱりいろいろ叩けないとできないバンド。そんな気がします。だよね。素晴らしいです。そうそうですね、なるほどね、はい。なんかそのアレンジしたりっていうのをするっていうのは今分かったけど、曲書いたりとかっていうのは、はい、曲書いたりもまあ結構してて、そう、家でドラムが叩けないので、うん、ピアノ弾いてちょっと曲作ったりは最近してますね。なるほど。素晴らしいね。ドラマーが書く曲はやっぱり面白いので興味がありますね、非常に。あ、今度見せてください頑張ります。やるか分かんないでしょ、もう 見るだけいやいやいや、でもそう、曲ね、見れば分かるから、その、うん、なんかこう音出すまでもなく聞こえてくると思うんで、それで面白かったらぜひやらせてもらうっていうつもりでぜひ見せてください。はい、どうですかね、皆さんコメントとかもいただきながらですけど、じゃあなんかそんなこんなでお話いただいてますけど、ここら辺りでぜひドラムの音を聞きたいんですけど、なんか音源、映像を持ってきてくださったということで、はい、何ですか。ですねそう、僕が最近よく一緒にやっているあのオルガンのトリオがあって、うん、はい、そう、そのトリオの演奏、うん、で曲名ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、12小節のブルースを、うんうん、誰とやってますか。ギタリストが杉山圭さんで、うん、オルガニストが永田信義さんです、はい、どうぞどうぞ。
イエーイ。いやーありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、曲名わかりました？曲名ですか？ビリーズバウンス。よかったですね。よかった。はい。で素晴らしい演奏で、なんかこれ続きはハヤトのソロも。そうですね、あるということで、はい、どこで見れるんですか？僕の YouTube チャンネル、はい、最近ちょっと動かしてて。素晴らしいですね。でも本当ただ単純に僕のドラムソロのとこだけを切り抜いてあげてるっていう、本当にそういうそれだけなチャンネルなんですけど、今後はちょっと演奏動画も載せていけたらなって思ってるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ジャズサミットのチャンネル登録もお願いします。ありがとうございます。今リンクを貼っていただきますので、ぜひ皆さんそっちも、はい、この番組が終わった後に見てください。ありがとうございます。コメントもね、ジャズ猫さんありがとうございます。登録いただいてるみたいで、とっても嬉しいです。ありがとうございます。今日はこのサステナブルジャズっていうのは月1で配信をしてまして、毎週素晴らしいゲストの皆さんと、ジャズのサスティナビリティについて話したり、それぞれの活動をなんかこう聞かせていただいたりとかっていうことをやっております。で今日は山崎隼人さんでお送りしておりますが、はい、今の演奏はどこでやってたんですか？今のはですね、多摩センターっていう駅と町田駅の間ぐらいにあるですね、もともと馬小屋だったところを改造して、それでアップライトピアノを入れて、で、まあ、季節に1回ぐらいジャズのジャズライブをやったりしてる場所があって、里山農園っていう場所でして、そこでやったものになります。なるほどなるほど。あのトリオはリーダーはどなたなんだ？リーダーはいなくて、このパターン多いね。逆にそれが逆にいいバランスを保ってるのかな。若者は最近そういうやり方をしてるのかい？いやそういうわけではないんですけど、その3人が別にバンドってわけでもないんですけど、セッションとしてバッター集まって。そうです、ね、呼びかけは誰から呼びかけてよいの？呼びかけもあんま分かんなくて、まあ、誰かのサイド面でその3人ってことがなんか続いたことがあって、なるほど。そう、なんかそれから別に3人でだけでライブやったりするわけでもなく、まあそのさっき見ていただいた動画も歌手の方の伴奏で3人一緒になって1曲インストやってっていうことで一緒にやったっていう感じです。でもなんとなく仲良く、なるほどなるほど、僕より結構先輩、ちょい先輩なんですけど仲良くやらせていただいてます。素晴らしいですね。そのまあどうしてもこの職業というか、まあ、ミュージシャンやってて特にジャズはこう引退がない世界という感じで、本当に上の世代、一番上は80代90代がいるっていう状況で、なんかこうどうですか、その辺年上とやるっていう機会がどうしても ますます売れれば売れるほど増えていってるわけなんですけど、どうなの？年上でも僕もそうですね、それこそでも年上の方とやる機会がまあちょこちょこありまして、すごいありがたく、そう すごく楽しいですね。なんかすごい隼人っておじいちゃん子おばあちゃん子な感じな感じするんだけど、それどうなの？おばあちゃん、両親共働きだったので、うん、おばあちゃん子ではある。やっぱそうだよね。合ってたほらね。なんかそれすごく感じて、なんかこうそういうね、ベテランの懐に入るのうまい。嫌な言い方だけどなんかそのでもすごいそれって得することだし、みんながみんなできることじゃないんだけど、隼人はそれがすごい上手いんじゃないかなっていう、嫌みなくそういう能力もすごいあるよね。うん、でもそうですね、ベテランミュージシャンのなんか話を聞くのがすごい好きです。クラさんもねそうだしさ、もちろん
あのそのさっき言ってたあのケニーズのマスターね、うんうんうん、クラさんも結構いい年だったよね。いくつぐらいだったのかな。75、うん、そうだよ、70代の方とさ、高校生がさ、自分の親戚ならわかるけどさ、なんかそのさ別の場面で高校生ですごい仲良くなってってなかなかないことだから、そうですね、それがすごいできる高校生ってみんな大体さ、こう高校生ぐらいだとね、大人と話すのも慣れてないしっていう、そこがすごい多分小さい頃からそういう環境で家に大人が出入りしてたっていうこともあって慣れてたんでしょうね。うん、そうかもしれないですね。うんうんうん、でもそのケニーズのクラさんと知り合ったのは結構すごいいい感じに知り合えたんで、うんうんうん、そう、喋るよりなんか僕が飛び入りをさせていただいたことがあって、ケニーズのライブ、うんうん、ライブの後にこう飛び入りをして、うんうん、それでそれを見ててそのマスターが、それでちょっとみたいな感じで声かけてもらって、あ、なんか喋るより喋るとか音でこう、うん、音で好きになってくれたっていう、なってくれて嬉しいなって感じがありますね。ありますよね、そういうの。そう、そうなるほどなるほど、音楽のいいとこかもしれないですね。ああ、そうだね、まあ、うん、そうじゃないとつながらないはずの人たちがそれでつながれたりっていう、うん、そうそう、確かにそれは大いにあるね。うん、今だからそのいろいろやってる中で何が一番楽しい、はい、おー、何が一番楽しい、あ、でもその具体的にこのバンドが楽しいですとか言うとあれなんだけど、そうじゃなくてこう、うん、何をやってる時が、だからそのドラム叩いててもいろいろあると思うんだけど、はいはいはい、そうですね、でもやっぱなんか常に多分刺激を求めてるので、うん、人のメンバーの人のオリジナルとかオリジナル曲をやったりするバンドが多くて、それはやっぱすごい楽しいですし、そうですね、音楽やっぱ自分の知らない音楽をやってる時ってすごい楽しいなって、すごい、すごい楽しく感じますね。そのポップスとか、はい、まあ、いわゆるこういうジャズの形態じゃない場合って、はい、すごく譜面が書かれてやったりとか、そうですね、なんかこう具体性が強いものが多いと思うんだけど、例えば僕の曲とか、はい、まあ、他のバンドでもそういうパターンが多いと思うんだけど、こう具体性がない場合ってあるじゃん、音源もなければ、はいはいはい、いい感じにやってっていう、そういう時ってドラマってどう思っているの、なんかこういい感じにやってそのふざけんなって思ってるのか、はいはいはい、いやもうちょっとちゃんと教えてほしいと思ってるのか、はいはいはい、そうね、ハヤトだからこそこう聞きたいことってみんな見てても聞きたいかなと思うんだけど、その要求されることが、はい、それジャズミュージシャンならではだと思うんだよね、そのこう何でもいいんだけどでもいい感じじゃなきゃいけないみたいな、はい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 、そういう時ってどうしてるの。でもそうですね、え、音源もなく、そうあるじゃん、その譜面パってこう、あの、あ、跳ねるやつとか跳ねないやつぐらいのさ、はい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 、8ポンプ跳ねないで、はい、まあストレートなんだけどまあとかさ、なんかこうちょっとブラジリアンとかさ、ちょっとラテンとか言われたりとかさ、なんかいろいろあるじゃんパターンで、いやラテンもいろいろなんですわって言いたいんだけど言わないじゃないですか大体、言わないですね、皆さんはいはいまた出たよこういうこのパターンみたいな顔してはいはいはいこうやって譜面台に譜面置くわけじゃん、それってどうしてるの。結構ありますね、でもそれこそ、ね、でもそういう時は、でも僕やっぱピアノも習ってたり、あ、ピアノある程度そのメロディーの譜面とコードの譜面を見て、うん、こういう曲調かなっていうのを想像して、そうですね、で、まあ譜面もらえる場合は譜面からのその情報を、確かに、できるだけまず最初に情報を見た時点で自分の中でこういう曲かなっていうことを想像しながら
じゃあこういう曲ならこういうパターン、リズムパターンが合うかなっていうことを、まあそれで始めて、そういう感じでやってみて、とりあえずやってみて。そうですね。あとその同じような話でさ、逆っていうか、そのバンマスによってさ、いろいろじゃん。そうですね。叩いてみたら、いや違えよお前みたいな、そこはこうやって適当つったじゃないですかみたいなあるんなら言えよ最初からみたいな。確かに。すごいあるじゃん。そういう人もいれば、何やっても正解みたいになっちゃう人もいるし、僕はその両面あるから、そのここはこうじゃない、ここはもう絶対にあのブラシじゃなくてスティックだし、ここは絶対にマレットがいいけど、それより何かいいサムシングを提供していただけるんだったらどうぞお願いしますって感じのスタンスなんだけど、それってやっぱりあるよね。いろんな人いるよね。いろんな方がいますね。どうなの、それ気分的には。気分的にですか。でもそうっすね、自分のまあそれこそなんかいい感じにやってって言われて、違う、もっとこうしてほしいみたいな言われた時は、一回僕はその言ってくれる人にのその要求をできるだけ答えれるようにしますね。一回はそれやってみて、それがフィットしたら、うわすげえこんな、確かにみたいな思いますし、自分の中でフィットしない時はどうしてるんですかね。でもそういうことはあんまないかもしれないですね。そうだよね。なんか言われて気づく新発見みたいなのは僕は大事にしたいなとは思います、ね。なんかそうリハーサルってだバンマス目線ね、の悩み相談もさせてもらうんだけど、あの難しいよ、年下になればなるほど難しいと思ってて。あ、本当ですか。なんかこう、いやいいんだけどパワハラみたいになるじゃんっていうさで、なんかそれもあるし、あとそのリハします絶対に俺がやんないって決めてることは、その自分が呼んでる以上は自分の責任だから、だからそのいろんなさ、あのベテランの仕事やらせてもらって、やっぱりさ、その終わってさ、いやお前のせいで俺が下手くそに聞こえるだろうみたいな説教をさしてる人とか中にいらっしゃったけど、はいはいはい、それってだったら呼ばなきゃいいじゃんその人のことをっていうふうに思うから、絶対に俺は俺が呼んだ以上はあのその人のせいじゃなくて俺の責任っていうふうに思うようにしてるの。だけどリハの場合は言えるじゃないですか、その場でちょっとここもうちょっとこうしたいとか、ああじゃないこうもうちょっとこうとかで、それがなんか具体的にさ、こうフィールの問題で、その技術的なさとこだったり、こう音楽力、耳でもうちょっとここはこういう風に聞こえてねえのかお前みたいなさ話って、趣味の問題もあるから、お互いの。そうですね。いやここの会場でこの音量いらないだろうって俺が思ってても、別のバンドで全然それよりでかいバンドでやってるバンドもあったりするわけよ。あ、でその感覚でやってるかもしれないだけど、だからその伝え方がお互いプロでやってるからさ、すごく難しくて。なるほどっすね。言った方がいいのか。で俺がそのなんでそこでシンプルに言わないかっていうと、こういう意見もあるなって思っちゃうから。でそういう主張なんだろうなっていう風に捉えてやるから、俺あんまり言わないんだよね最近特に。そっか、なるほどっすね。でもそれで言ったら、そうっすね、やっぱ言うと責任が伴うというか、責任感が言うのにも結構な。そうで、あとジャズだから言うとつまんなくなる可能性あるんで、そっちにしか行かなくなるから。確かに確かに。それってでも言われたら、それはそれでやりやすかったりするのかな。あ、なるほどなみたいな。なんか僕の場合そういうことを言われた時は、まあ言われるのはすごい僕はすごい好きではあるんですよ。その
言い合ってみたいな。そう、なんか言われた時に完全にそういう風にしちゃうと、でもそれはなんか確か音楽の幅が狭くなっちゃうというか、ジャズの自由さがなくなっちゃう感じもあると思うんで、まあ聞いた上で自分の中でこうなんていうか、それを言われたことをやってもいいし、でもこう耳で聞いて違うなって思ったら自分の思ったことをやることが大事だなって、うん、そうね。なんか今の話聞いて、コルトレーンがもう本当に晩年の方とか、まあずっとそうだったと思うんだけど、その自分より若いミュージシャンにすごいどうかって聞くんだって、自分の演奏どう思ったっていうのすごい聞いて、で困るわけだよ周りは、勘弁してほしい、あのコルトレーンからさ、いや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 って、いやいやいや素晴らしいっすよって言うしかないし、実際そうだしって、でも常に聞いてたっていう。でコルトレーンがその割と晩年にあのファラオとやったり、なんかこうドルフィーとやったりとか、そういう感を呼んでたのは、なんか別に俺が一番上手いだろうっていうわけじゃなくて、この人だとこの場面でどうやるのかっていうことをすごい知りたかったんですって。だからそういう意味でこう話題でより新しくちょっととんがったことやってるアーティストをファローだったり、そのドルフィーだったりっていう人をあえて呼んで、そこの中でそのだからもうはっきり言ってさ、それって客のこととか聞く人のことなんて考えてないんだよね。だってそんなさ、コルトレーン聞いてファロー聞いてなんてさ、一緒に聞いたらさもうお腹いっぱいですよって、それはそれで素晴らしい作品かもしれないけどさ、やっぱコルトレーンはさ、まあドルフィーがいていいこうテイクっていうのもあるかもしれないけど、やっぱりコルトレーンはワンホーンでやった方がもちろん名盤っていうのはいっぱい残ってるんだけど、そうですね。なんだけどやっぱコルトレーンはそんなことよりも自分の探求のために、はいはいはい、あの短い人生を使いたかったんだろうなっていう感じを今その話聞いて思ったのと、だからそのもしそういう話をリハで俺が今後するんだったら、今日の話を生かすんだったら、俺がどう感じてるだけ伝えればいいよね。どうしてほしいじゃなくて、俺は今ちょっとでかいって感じてるわ。逆にパハラっぽいかな。いや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 。でお前どうすんのみたいな。でも言いたいことは言っていいのが、そうだよね。そう、しかも同じメンバーで何回もうやるってなったら絶対意見は言えないと、いいバンドにならないんだろうなっていう。で逆に自分のことどう感じてるかとかっていう話をどんどんしてったもん。じゃあコルトレーンになります。お嘘嘘嘘コルトレーンになりますは大嘘ですね。いやいや、でもそう、信頼関係も大事だったりしますよ ね。いやそこは一番だよね。バンドでやっぱり意識されちゃいたくないし、それ一番ダメだし、だからそのあとね、すごいその人間関係っていう意味で言えば、なんか瞬間にさ、いろんなことをいろんな組み合わせでやるわけじゃないですか、はい、我々は。で例えばじゃあサヤタとかさ、ブラジルの知識がすごいあるわけじゃん、でやってる時に僕も そういうのがあったとして、例えば何かの知識とか何かそういうのがあって、その瞬間にこうジャッジメントを周りに対してするとその試合負けるね。なんかこうやってて、あこの人ちょっとこの辺弱いからカバーしようぐらいのつもりで何か音楽やると負ける。その瞬間のなんか脳みそが、そういう日って絶対うまくいかないと思って、そうだからそういうのを認識しないでやった方がいいと思って、相手に対してこの人はこういう人っていうレッテルを貼ってやるとダメですね。だからそのあ今この瞬間ちょっとこうだからこうしてあげた方がなんておこがましい思いを持った瞬間に音楽って死ぬんだよねって。ね、音量とかもそうだから、なんで、なんかこう、あ、今この人小さいからとかじゃなくて、そんなんさ、小さいからどうしようじゃなくて、耳使って音楽やったらそっちに行くはずなんだよねっていう。そうだと思います。で、その、なんか変にこう、脳みそのフィルターを通しちゃって、やると、うまくいかないね。そうですね。ちょっと耳を研ぎ澄ませてやる音楽って楽しいですよね。そうだね。いやいやいや、すごい。音楽的な話が今日出てなんかね、後半ちょっと聞きたいなと思ってたことがあって、はいはいはい、そのまあ
でサステナブルジャズっていうテーマももちろんあるし、こう今21歳でまあいろんなジャンルでいろんな人たちと本当に大きいステージ、小さいステージ、いろんなシチュエーションで地方から東京からいろいろやってる中で、まあ要はね、どういう言い方が正しいのかわからないけど、よくそのバラエティ番組でさ、芸人さんが売れる時ってさ、ブレイクっていう言い方するじゃん、はいはい、ブレイクした時ってこうまずいろんなバラエティでいろんなディレクターとかプロデューサーの下で一周するっていうのね。なんか日テレ、何テレ、フジテレビとかいろいろあるけど TBS があって、それでそれの中でこうまずいろんな人たちといろんな、まあ、MC も含めてさ、いろんな人たちと全部仕事するわけじゃん。でその中でこう一周した後にどの仕事が残るかっていうので、芸人たちはさ、こうその後2周目なんてないわけよ、はっきり言って、はいはいはい、で2周目っていうのはもうその中で厳選されててっていう話をアメトークかなんかで誰かしてたんだよね。でそれ見てジャズも一緒だと思って、でドラマベーシストは特に一緒だよねと思って、でその1周目を今明らかにやってる Now の隼人なのねっていう風に僕は感じてるんだけど、でそのさ中で今感じてることを次の世代のミュージシャンにこの場面で残せるっていうのはこの番組だけだと思うんだよね。なるほど。でなんかそれで今隼人が感じてることと、あとそのそこに至るまでにどうしてきてそこに来たのかっていうことを知りたくて、まあ、そのまず東京に出てき3年前、そうですね、2年半ぐらい前に出てきて、どうやってみんなに知ってもらって呼んでもらってるの。ほう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 、なるほど、ちょっと今考えますね、うんうん、でもそうですね、出てきたばっか、本当知り合いも、まあ、少なかったですし、うーん、そうですね、知り合い少ないし、うーん、内部もそんな東京で、うんうん、まあ、やってなくて、そうですね、そっからでもセッションのお店とかにはまあ行くようになって、うん、そう、とりあえずなんかそのまず自分の演奏を聞いてもらわないと誘ってもらえないじゃないですか、うん、なのでまあジャムセッションの箱に行って、でまあ知り合って、それでライブ呼んでもらうとか、うん、あとはそうですね、上京したばっかの時に、まあ、一番最初にアサリさんっていうギターの方に呼んでいただいたんですけど、そっからの人脈が結構多いですね。なるほど、なるほど。そうそう、そっからまあ初めて出たライブハウスが結構お店ブッキングをするお店で、そのお店ブッキングっていうのはお店のマスターがなんか空いてる日にこのミュージシャンとこのミュージシャン一緒にやらせたら楽しいだろうなみたいな、そういうことを、まあお店ブッキングって言いますけど、そうですね、そのお店ブッキングでそのお店に行って結構いろんなミュージシャンとライブをすることができて、そこから徐々に広がっていったって感じですね。でも本当に人づてですね、ほとんどが。なるほど、なるほど、うん、そうそうそう、なるほどね。そう、でもつながりは大事に、うーん、大事にというか、まあリスペクトがあるから大事にしてるんですけど、そういう感じですかね。なるほど、なるほど。で今それでいろいろやっていく中で、はい、今どんくらいやってんの。月ですか。ライブだけで言ったら、まあ、10から15ぐらいですね、月に、うん、それ以外もいろいろレッスンとか。レッスンもそうですね、少しだけやってたり、あとは、まあ、アーティストのアルバムに、うん、レコーディングとかレコーディングの仕事もやったりとかですね。まだまだ忙しくなれる。いや、そうです、でもちょっとライブ本当15以上の時もあって、月20とか
の期間が結構続いた時に、うん、でも自分の練習とか曲書いたりとかそういう自分からの発信ができてないなって思って、最近はまあちょっとセーブしてるっていうわけではないんですけど、そのなんとなく自分の時間を作るようにはしてますね。なるほどね。そう。なるほど。いやそうね、忙しいとね大変だよね。で多分ドラムはさ、それが無限に仕事がこう増える感じがあると思うんでね、結局まあドラムまだいいか、ドラムない現場もあるから、はいはい、カーンはさ別にこうない現場いっぱいあるから、カーンがいない現場っていうのはだから、はいはい、カーンで忙しい人は本当によく仕事取ってるなって感じ、自分で取りに行ってるのが多いんじゃないかなと思うんだけど、なんかそれがまあドラマーはね、うん、忙しくなりすぎると大変だよなと。そうですね、なんかライブ一個やるのってやっぱすごい体力も集中力も使うのと、うん、あとやっぱ作業みたいなこなす、うん、ライブこなす感じになっちゃうんですよ、なんか多すぎると、ね、そうだね、そう、そのバランスも考えて一個一個集中できるよね、一個一個集中したいんで、やっぱり、うん、それで最近はでも月15ぐらいすごいありがたいことに。いいですね。そうですね、いろいろ誘っていただいてます。なるほど、もう体を気をつけるしかないですね。そうっす、お酒をほどほどに。そうっす。なるほど、それはドラマに限らず。そうだね。なるほど、いや貴重な話を聞けましたね。それで、うん、まあ今後、はい、今それで忙しくなっていて、どういう風になりたいとかどうしていきたいとかって何かありますか？そうですね、まあ結構そのどう今後どうしようみたいなのは割と一応持ってるタイプだとは思っていて、やっぱそれこそ、まあ、さっきも話したんですけど、このライブとかこのライブはすごいたくさんやらせていただいてるのはありがたいんですけど、もっと自分のそれこそ練習ドラムをもっとたくさん練習したりとか、あとはまあちょっと外国にニューヨークとかに行ってジャズ勉強したりとか、あと英語も勉強したいし、だからどんどんいろんなことを勉強したいですね。なんかそうですね、いろんなことを吸収したいな。まだ吸収するか。いやいやいや、もっと吸収したいです。なんか素晴らしい。最近すごいやっぱその新しいことを覚えるのがちょっと好きで、そうちょっともういろいろ勉強したいです。そのでも、うん、ジャズまだ勉強する？いや勉強は全然もう。その学校に行くってこと？その具体性はまだ分かんないけど。学校は多分行かないんですけど、うん。そうだよね。そうです、でも。そうジャズのことで言ったらやっぱ歴史とかジャズの歴史とその人物像だったり、なるほどなるほど、人物、あとはレコードどういう年代にどういう録音ができてみたいな、そうジャズって本当レコードめちゃくちゃたくさんあるじゃないですか、そのいろんなレコード聞きたいなっていうのもあったりして、なるほどなるほど、そう勉強というかなんかそういうちょっとオタクじゃないですけど、うん、ドラマーはそういう人多いよね。本当ですか？イメージが、あのドラマーは、うん、その勉強もそうだけど、あとその、うん、ものが多いから収集癖ある人多いよね。うん、ああ、収集癖。なんかこうで、あと機材にその執着するというか言い方が良くないか、こうこだわりが。強い、あります、うん、はい、機材、あ、そんなさシンバル変わんないんじゃないのそっちとあっちとっていうさ、はい、のでもさ、いやこれはなんとかのさ、なんとかの何年のなんとかでとか言うじゃん、うん、あそうですか。でサックスなんてそんなこと言ったら大変な話だよ、その1個でさ、ね、これは何年のやつでこれは何年のやつなんてできないんだからさ、あそのどうしてもレコードとかもさ、やっぱドラマはすごく、まあいろんなドラマだけじゃないけどなんか多い気がする、
収集癖、そうですね、確かに収集癖、シンバルとかドラムとか好きでしょ。好きで、それがさ、ね、だからさ、趣味とかでもみんなスニーカー好きなやつとかさ、ドラマとかで、スニーカーはそれとあれとあんま変わんない、どっちも白のスニーカーでしょとか怒られるね。あ、そういうの思ったりとか、まあ一般的に見たらそれはあれなんだけどさ、同じに見えるけど結局それの違いが分かるからいいドラムは叩くんでしょうねっていう、丸く収めてみたんだけど、でも別に機材集めてない人でも素晴らしい人、素晴らしい、ね、そうね、そこでもすごいよね。そうそうそう、全く頓着しない人も、何も持ってこない人いるもんね。そう、スティック持ってこない人もいますもんね、うん、めっちゃ有名なあの某あの名字の最初の文字が一緒のドラマーこいつが憧れのドラマーで、あースティックスは持ってこない、あいつスティック持ってきたらいい方だもんね。はい、お疲れ様ですって帰るからね、手ぶらで、あいちゃんお疲れって本当に何も持ってない、パスもしか持ってないんじゃないかってそういう人も中には、あれはでもすごいね、工房腕を選ばず何叩いても自分の音出るって自信だろうね。いやでも本当闇だね、もうどうす本当に。でも昔はさ、また話しとれちゃうかもしれないけど、あのバンマズが厳しい人だと、うん、自分であのスティックはおろか、まあ、シンバルは当たり前に持ってくるし、スネアを持ってこないやつはクビだっていうような、バンマズも全然いた、自分でスネアもぐらい持ってこいよと、うん、俺はテナーサックスお前なんか担いでるんだからとか、でそれ言う人がピアニストだったりもするんだけど、スネア持ってこいよって、じゃあお前ピアノ持ってくんのかよって。昔はいらっしゃったみたいな、そういう人。なるほどなるほど。でもこれは最近ちょっとがすごい、僕も結構こだわりがあってめっちゃ持ってた時期があったんですけど、やっぱ同じスネアを、うん、毎晩使ってるとだんだん音に飽きてきちゃう。あーなるほどね。だからお店にあるスネアを使うように、まあ最近なってきてから、すごいちょっとタッチとか、あこの楽器はこういう癖があるから、こういう、あでもこういう音出るなみたいな、あこのお店のシンバル、あこんな音出るんだとか、そういう新しい発見とか、逆に僕は新鮮な気持ちになれます ね。その毎日違う楽器を使うのが好きです。うん、もう聞く側を毎日追いかけてくださいね、ハヤト君のこと。あ今日は今日はこのスニアだから声タッチできてるなみたいな聞き方ができるっていう、今宣伝でしたね、違うか。そうなるほど、なるほど、ありますねそういうの。そうか、じゃあ、うん、一緒にバンドやるとそういうのも分かってくるんだね。今日はハヤトはこの店でだからとか、分かりました。じゃあそのつもりで今度から早速5月のピットインから、あそうですね、フルセット持ってきたりしてね、聞かれないためにフルセットも持っていく時もあります。そうです、ね、場所によったりとかね。そうですね、持ってきてないから手抜いてるとかは一切ないんですけど、うんうんうん、そう持ってきたいなっていう気分の時に、まあいいんだよ気にしなくて。言いたいことあるやつ 何でも言うから、もう言わせとけばいいんですよ、それいちいちね。でも逆にその言うエネルギーがすごいよねっていう。ドラムを持ってきてない時も手は抜いてません。ちゃんと言いました。あこっちのカメラから大丈夫です、大丈夫ですよ。伝わってますきっと。なるほど、いやもう本当あっという間でしたが、あもういい感じの時間ですけど、告知なんかあります？そのケニーズは日にち、日にちがですね、でも名古屋なんですけど、いいんじゃない、来てもらう。そうですね、あと名古屋の人見てるかもしれない。そうです、3月の24日に金曜日に、名古屋のミスターケニーズという金山駅の徒歩5分ぐらいのところにある、ライブハウスで僕のリーダーバンドがあります。メンバーも東京からお二人、萩原優さんというサックスの方と、浅田さん浅田拓磨、浅田拓磨さん大丈夫か緊張してるので、はい、で名古屋のあとは名古屋のメンバーで、でも本当素晴らしいキーボーディストで、小田智之さんという方と
ベーシストは加藤正史さんという方とクインテットでやりますので、ぜひ皆さん来てください。今週末です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、僕の宣伝はね、ハヤトも一緒にやってるんで、ツイッターとか見ていただければ、いいと思いますけど、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。コメントとかまだまだ、お待ちしていますし、アーカイブになってもコメント、できますので、ぜひコメントしていただいて、ハヤト君も見てると思いますので、よろしくお願いします。ということで今日は皆さんご視聴ありがとうございました。また来月。